ぽこさんの大好物たこ焼きが海外で未来的とも言える進化を遂げてるのご存知ですか？今日は暴食の悪魔にして飯テロ系 VTuber 天倉まくらがたこ焼きのフューチャーについて教えてしんぜよう。美食の街パリで料理店を営む小坂健介さんの創作レシピたこ焼きエッグガレット。たこ焼きをフレンチに再構築したまさにフューチャーな一品。一口大に刻んだタコとみじん切りしたマッシュルーム、エシャロットをスパイスと片栗粉少々をあえて炒めたもの、そば粉で作ったカリもちのガレット、薬味パートに岩下の新生姜とネギ、マヨネーズとソースの層も一緒に重ねていく。出汁を加えた卵白で作ったメレンゲを添えて完成。ってことで、いただきまーす。たこ焼きとは思えない風貌なのに、食べればたこ焼きの味、いや、たこ焼きよりもスパイシーで、たこがもりもり入ってるから贅沢な一品。メレンゲも重ねて食べると、ふわっと溶ける出汁の味と食感の変化、これもまたうまい。と、こんな感じの短い料理動画を投稿してますので、Twitter のフォロー、チャンネル登録、よろしくお願いします。